一人はハサミで眼球を何度も刺された上に、スープのように潰れた目玉をえぐり出され、苦しみ抜いた末に出血死に至る。なかなかいかないね。その後、なぜか犯人は3人の遺体から舌をハサミで切断している。さあ、口を開けてごらん。どうしたの？そんなに震えて。ゆかちゃん、そっちは行かない方がいい。下の階ではさっき悪いことが起こった。震えているね。
元の子は、どんな子なのですか？うん、そうだな。可愛い子だよ。体が小さくて、目が大きくて。そうなのですか。髪はショートでね。中学生でね。青いスモックをよく着ていたかな。あの、私、やっぱりいいです。一人でお兄ちゃん探します。何を言ってるんだい、ゆかちゃん。君のお兄ちゃんは僕だ。僕の妹は君だ。ここからは抜け出せない。絶対にみんな死ぬ。やがて訪れる最後の瞬間まで僕らは兄弟でいよう。もう、さようなら。黒崎、誰にやられたんだ？兄さんの言うことを聞かないからだ、ゆか。ピクピク痙攣して、無様だな。ヒザミ、やめるんだ！ヒザミ！ヒザミ！ヒザミ！
ああ、おっと、ガキの自分からお前を止めていればよかった。親友として俺はやるべきことをしてやれなかった。何言ってんだお前、俺の親友だったつもりか。お前が俺の味方したこと一度でもあるのかよ。かもな。今本気で反省してる。もういいよ、お前死ぬし。で？親友としてしてやれなかったことってなんだよ、教えろよ。これだ！いって。何でも人のせいにしてんじゃねえよ、弱虫！キザミ、お前の向かっている先には何にもないぞ、何にもだ。バカが、弱者はお前だ、黒崎。ついたかい、ユカ。もう大丈夫だ、兄さんが守ってやる。強い強い兄さんが守ってやる。なんだこれ、鍵か、理科室。黒崎、お前にはもう必要ないよな。ここで幽霊にむごい殺され方するのは嫌だろ。大丈夫、そんなことさせない。そんな運命から守ってあげるよ。俺が終わらせてあげる。君の小さな命。待て待てよ、おい。殺すぞ、ユカ！おい！ユカ！いい子だろ、ユカ。こっ
ちへおいで。どこかな。いい子だろう、ユカ。こっちへおいで。殺す、殺すぞ、ユカ。おい。殺す、殺すぞ、ユカ。おい。ユカ。生きているウサギはうるさいな。さて、ユカちゃん、君は殺すよ。どうあれ、それは決定している。平和な学生生活から一転して非日常、気づけば命の際。信じられないかい。まさか今日自分が死ぬなんて。事故で運悪く命を落とす人たちは、朝目が覚めてベッドから出て顔を洗って、その時には夢にも思っていないことだろう。大丈夫、それと似たようなものさ。死は非日常なんかじゃないんだ。常にいつも人の生活のそばに寄り添っている。それを忘れるから死の際に驚く羽目になる。愚の骨頂だ。だがそれが妙味。ユカちゃん、僕はね、今までたくさん見て触れてきたんだ。いろんな生き物の命の終わる瞬間を、それぞれが最後まで生きようと決して諦めずに、命のきらめきを燃やし尽くして消えていった。
生きるというとても美しい輝きをそこに見たんだ。だけど人間はね、こんなにもいろんなことを考え、他者にそれを伝えることのできる大きな脳というものを持ちながら、命とは死について、それを深く想像しようとしない。生きる意味を考え、自分を律し、人生から無駄を排除する、そんなことには全く無関心で、自分の価値を築くことから目を背け、日々怠惰をむさぼり、あまつさえ愚かにも自分から死のうとさえする、意味のわからない連中ばかりだ。僕はね、興味があるんだ。人が命の終わりを意識したとき、自分のその身に死が降りかかったとき、どんな命の爆発を見せるのか、それがただ見たい。黒崎はとても美しかった。あいつは僕のことを理解してくれていたのかもしれない。あんなに激しい爆発を見せてくれるなんて。ゆかちゃん、君は僕の妹だ。無反応を装って僕を困らせたりしないだろう。しっかり見せてくれるね、何末魔の死のダンスを。痛かったら悲鳴を上げていいからね。恥ずかしいことじゃないんだよ。それだ、それでいい、もっとだ。輝け、綺麗だよ、綺麗だよ。ゆかちゃん、君の好きな食べ物や飲み物、本やテレビを想像してごらん。どんな気分だい？それらすべてを君はもう二度と楽しむことができない。死んですべてが終わるんだ。全部ストップだ。終わり。お前はもう終わるんだ。死。死ぬんだよ。行くよ。助けてくれるの？